F リーグ2012シーズン第24節の試合結果です。2013年最初の相手はデウソン神戸。中村が先制点を決めていいスタートを見せるも、その後は神戸ペースで試合が進み3対2で敗れました。第24節終了時の順位はご覧の通りです。馬佐地大分の順位は7位となっています。昨年12月11日、今回馬佐地大分が訪問したのは竹田市立祖豊小学校。細谷選手、チーニョ選手が訪問しました。まずはストレッチ。寒かったけど元気いっぱいです。続いてドリブルの練習。先にボールをこうやって走って待ってあげると、絶対にあれってならないから、ここちょんってボール出したらここ走って、そうすると速くなります。細谷選手が丁寧に教えてくれましたよ。最後はミニゲーム。シュート。チーニョ選手から全く取れません。細谷選手、ボールを持ち込んでパス、シュート、ゴール。チーニョ選手、シュート。あー、決められちゃいました。3、4年生のみんな、お疲れ様でした。来週のバンバンバサジーテレビもお楽しみに。